中国と論争がありながらも、ようやく台湾が深潜水艦計画の建造開始式典までこぎつけることができたようだね。蔡英文総統へのひょえひょえやガッツポーズからの新たな潜水艦に期待を持っていることが伺えるな。台湾はずっと中国に抑え込まれてきたからね。台湾にとっては目の上のタンコム的な存在だっただろうな。日本にとっての韓国みたいなものかな。韓国より軍事力に力を入れている国だし、ノロノロの影響力も強い国だから、その点で言えば韓国よりも厄介な存在だっただろうな。まあ何はともあれ、これから日本、アメリカ、ドイツの三国協力体制で、潜水艦は確実に稼働するだろうね。それじゃあ行ってみよう。2020年11月24日、台湾の蔡英文総統は新たな潜水艦の建造によって、台湾の主権を守るとの意向を固く表明したよ。これは高雄市で開かれた潜水艦の建造開始を記念する式典の中で述べた言葉なんだ。台湾は長い年月の間、潜水艦の刷新に取り組んできて、台湾が現在保有する潜水艦の中には、第二次世界大戦時のとても古いものも含まれており、核兵器搭載も可能となっている中国の潜水艦とは比較にもならないんだよね。やっぱり力の差があるっていうのは、いろいろな面で不利になっちゃうよね。中国に至っては経済制裁においてのためらう素振りもなく行うから、警戒せざるを得ないよな。総統は式典の中で、潜水艦を新たに建造することは台湾の防衛力にとって、歴史的な節目と強調しているよ。現在まだ母国である中国に対して訴えたとも捉えられるような、建造は、主権保護への台湾の強い意志を世界に示すことになると語ったんだ。遠回しだけど、中国に対して強く訴えているのがわかるよね。さらに潜水艦は、台湾海軍の戦闘力強化の要であり、敵の船が台湾を保衛するのを阻止する上で重要、と続けて二国の防衛を強調したぜ。ちなみに台湾の潜水艦建造についてはアメリカも支持しており、式典では米国の台湾窓口機関、米国在来協会 AIT 台北事務所のブレント・クリステンセン所長大使に相当、も出席していたらしい。自国初の潜水艦建造を南部の高雄市で始め、合計8隻を建造すると発表し、2024年の完成、25年の収益を目指している台湾は中国の軍事的圧力が強まる中、新たな潜水艦で防衛力向上を狙うことが明らかとなったね。もちろん中国は、台湾の潜水艦計画に激しく反発しているんだ。それを証拠に中国は嫌がらせかのように、台湾を威嚇する軍事演習も、かつてない頻度と規模で行っているんだよね。圧のかけ方が中国らしいね。台湾はこれに屈さないでほしいな。2020年2月に人民解放軍は東部戦区で上陸作戦の大規模演習を行い、同戦区のスポークスマンは、この演習を定期的なものではなく、台湾の独立勢力を抑止するものと述べているんだ。翌3月には、中国の軍用機が台湾南西部の海域で初の夜間演習を行い、厳しい環境での作戦遂行能力があることを示しているぜ。また、5月の蔡総統への就任式にあらせ、78日間にわたって6回で強襲揚陸、東所奪還、共同歩行地区、防空のための統合演習が行われたみたいな。あの演習は6回と台湾海峡への地政的権利性を意識したと考えられるな。そして、7月には東部戦区と南部戦区が台湾の東柄と西柄で同時演習を行い、8月には東部戦区が台湾海峡への北端と南端で演習を行っているぜ。さらに9月には、中華人民解放軍が台湾の防空識別圏内にある、東沙諸島周辺で海空統合演習を行っているよ。その1ヶ月後の10月10日には台湾の国慶節に合わせて、人民解放軍は広東省と福建省でドローンや特殊部隊、空挺団も参加する動員演習を実施したんだ。このように、人民解放軍の台湾周辺での活動は過去数年と比べても大幅に増加しているが、質的にも多様な航空機による編隊飛行や、夜間演習の実施、中国内陸部を拠点とする航空機による台湾防空圏への飛行など、台湾への脅威を一層高める傾向が散見されたよ。台湾の東側海空域での人民解放軍の活動の活発化が確認されており、台湾海峡を越えた侵攻に備えればいいという台湾防衛の前提を崩すことにもつながるね。こういった環境においての台湾の蔡英文総統は、潜水艦の着工式に参加し、平和な国防に依存している。2枚の潜水艦の着工で台湾の主権を守ろうとする、
我々の強い意志を世界に知らしめることができると強く訴えたぜ。台湾は一歩も退かない覚悟があるみたいだね。潜水艦建造は民間造船大手の台湾国際造船が手掛けることになっているんだ。構造はディーゼルエンジンを使った通常動力型の潜水艦となり、米国製の戦闘システムなども導入される見込みだよ。当初1隻目の建造には、2025年までに493億台湾ドル約1800億円の予算を充てることになったが、中国から台湾という国を守るためには惜しまないという姿勢だろうね。その設計やデザインに関しては、日本の海上自衛隊の主力潜水艦で、世界でもトップクラスと言われている高性能ディーゼル潜水艦操縦型などを参考にしているというのは誇らしいことだよな。台湾は親日の印象が強いし、こういった面でもリスペクトが見えるから大好きだよ。ただし、建造の難易度は非常に高いと言われていて、台湾国防部のシンクタンクである国防安全研究院のソシウン所長は6割は台湾の技術、4割は欧米などの技術輸入に頼ることになる。理想の完成形としては、標準的な潜水艦よりも上のレベルのものになる、と指摘していたんだ。台湾は現在4隻の潜水艦を保有しているが、そのほとんどが旧式であるため早急な更新が、課題になっているね。新鋭の潜水艦を持つことによって、勝手に海洋進出を強めている中国に大きな牽制となるため、アメリカなどにも潜水艦の売却を求めている状況だぜ。アメリカのブッシュ政権第43代以来の2001年には台湾に潜水艦の売却方針を固めていたが、最終的には中国の激しい反発などが考慮され実現されていないんだよね。しかし、しびれを切らした台湾海軍の強い要望で、馬英九前政権時代に初めて自国による潜水艦 IDS 建造計画が浮上させたんだ。ここでも、対中融和路線を敷く馬政権であったため結局、前進することはなかったよ。2016年に総統に就いた蔡英文民進党政権下で IDS 計画が一気に加速したんだ。ようやく2020年から着工にこぎつけた経緯があるね。中国は以前から計画に激しく反発しており、一触即発するのではないかという緊張感があることも確かだよ。中国が台湾に対して軍事侵攻を行うことになれば、アメリカがそこに介入し、双方に大きな犠牲が出る可能性が高いことが目に見えており、中国としても現時点では米中戦争は避けることを優先すると考えられるぜ。しかし、人民解放軍が台湾海峡への中間線を越えるなど、これまで台湾海峡への安定につながっていた要素を顧みない行動を取るようになったことで、偶発的事案が発生する可能性が高まっていることも確かだな。これは台湾と中国の両国が平和的に問題を解決することを祈るばかりだよね。ああ、有事が起きれば必ず日本も黙って見ているわけにもいかないし、中国にお灸を据えるチャンスを逃してもいけないと個人的には思っているぜ。出る杭は打たれるっていうし、そろそろ停滞打撃を与えても良さそうだよね。まあ何はともあれ、台湾にはこの調子で力を蓄えてほしいものだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。